皆さん、こんにちは。今回なんですけれども、ヘタフェについて少しお話ししたいと思います。というわけでですね、今回はラリーガ補強考察ヘタフェ編ということでですね、やっていきたいと思いますけれども、ヘタフェはですね、昨シーズン、途中で監督交代ありまして、ミチェル前監督が解任されてですね、キケ・サンチェス・フロレス監督が就任して、そこからシステムを変えたりとか、戦い方を少し変えてですね、守備のところを良くしたということが功を奏して、最終的には、一部残留を決めたというシーズンを送っています。でですね、この夏の補強だったりというところにですね、触れていきたいんですけれども、ポルトゥ、セアオネ、ドミンゴス・ドゥアルテ、アンヒニエリ、このあたりの選手をですね、ヘタフェ獲得しています。ここね、逆にこう、放出とかで言うと、オリベラがナポリに移籍していってしまいましたから、そんな名をね、左サイドバックのところを、埋めるためにですね、アンヘニエリーベルプレートから、移籍インゼルとかね、フリーになったところで、彼を確保したっていうところありますし、センターバックのところでも、ドゥアレテをね、確保して、最終ライン補強しているというところになっています。でですね、ヘタフェに関しては、ポイントというかね、一つは、ファイブバックを継続するかどうか、っていうのがね、ポイントになるかなと思います。で、今のところプレシーズンとかね、ちょこっと見たりしていくと、ファイブバック、続けていく感じでいますし、となると、5-3-2、これをですね、基準に次のシーズンも戦っていくっていう流れになるんじゃないかなと予想しています。ただ、この前のシーズンと、昨シーズンと異なるところで言うと、その補強の話当然しましたから、新戦力がどれぐらい活躍するか、そして彼らがどうやって使われていくかというところがですね、非常に重要になってくると思います。で、それで言うとですね、ちょっと面白くなってきそうだなというのはですね、やっぱりポルトゥですね、レアルソシエダで、活躍してましたけれども、ちょっと最後の方は、ジャヌザイとね、レギュラー争いして、ちょっとジャヌザイがね、ポジション争いではリードしてたかなっていうところはありますが、試合に出ていた時は、右のウィングで、非常にいい働きしてましたし、もともとはその前はね、ジローナにいて、その時、マッティンが監督をね、やっていたんですけれども、3-4-2-1でシャドウのところにいてですね、その時も非常にいい働きをしていたと思います。で、このポルトゥをですね、今、キケ・サンチェス・フロレス監督は、5-3-2 の、ツートップの一角。で、もうちょっと言うと、5-3-1-1みたいな形にして、このセカンドトップ的にですね、ポルトゥをね、使っています。で、これがですね、結構これハマってきたら面白いんじゃないかなと、個人的にはですね、思っていて、っていうのも、ヘタフェはですね、NS になるとか、ハイメ・マタとかですね、センターフォワード型の選手っていうのは、いますし、で、彼らをこう横に並べてね、普通にこう2トップで、万能型のストライカーを2人並べるとか、昨シーズンで言うと、レンタルできてたボルハン・マジョラルとかもそうでしたけれども、そういった選手を使いながら戦っていくところがあります。で、ファイブバックが継続する、で、中盤3センターも続けるってなると、やっぱ前のところでね、ちょっとこう味変したいなみたいなところもあると思いますし、で、ここでちょっとアクセント加えるためにですね、ボルトゥをセカンドトップ的に使って、縦型の2トップも使えるようにするみたいな、ってことになってくると、ハイミマタとウナルで2トップ組んでもいいし、ハイミマタ、あるいは、で、ポルトゥと組ませて、ポルトゥがちょっと下がってきて、縦型になるっていう形でもいいと思いますんで、このあたりも含めてね、結構、ポルトゥの活躍もそうですし、ヘタフェは前線の組み合わせだったりとか、そこをどういう配置にしていくかみたいなところもですね、合わせて、注目していくと、いいんじゃないかなというふうに思います。
分かってる感っていうか、分け分かってる監督、分け分かってるチームには僕はラージは今なってると思って、イラオラがでももしかしたら今季終了時どっかに引っ張られるかもしれないね、監督は。あ、そんなに評判いいんですか。そしたらちょっと、あ、だからディエゴ・マルティネス的な感じなんですよ今。あ、はいはいはい、ポジション的にというか、まあこう流れ的に言うと、うん、そうざっくり言ってますけど、ポイントとしながら回復したいなというふうに思っています。はい、皆さんおはようございます。さあ、解説終わりの森田でございます。さて、今しがたですね、うちのオフ会は特にテーマも決めずにざっくり話すんで、